笠間藩。笠間藩は、江戸時代に、日立国茨城郡笠間。現在の茨城県笠間市に存在した藩。藩長は、笠間城。笠間は、笠間市が、鎌倉時代初期から有していた地であった。しかし豊臣秀吉の小田原征伐で、後北条氏に味方したため滅ぼされる。その後は、宇都宮国綱が、笠間城代となったが、軽視問題で解役される。 1598年、賀茂秀行が、宇都宮上司となった際に、笠間の地も、秀行の領有とされた。1600年の関ヶ原の戦い後、1601年に、松平康重が、武蔵紀載藩から三万国で入法して立藩した。1608年に、康重が、丹波篠の山藩へ移法されると、小笠原義次が、下宇佐桜藩から入法した。 しかし、吉継は、よりきの給料の横領、よりきの過信化を企てたとして改役された。その後、一旦、笠間藩は幕府領となり、1612年に松平康長が下佐子が藩より入法する。1616 16年に康長が上野高崎藩へ移法されると、長井直勝が入法する。1622年、直勝は、 小賀藩へ違法となり、日立真壁藩主であった、浅野長主が、幕壁領を合わせて入法した。1645年、時代の長次家の時、針間が後藩へと違法した。浅野家の後は、井上正俊が、東藤海横須賀藩から入法した。1692年、時代の正藤の時、美濃城八幡藩へ違法となり、本城宗介が、 下津足利藩より入法した。1702年、時代の助都市の時に、東東海浜松藩へ移法した。井上正峰が、日立下立藩より入る。1747年、三代目の井上政景の時に、道の杭は北平藩へと移法した。日向の岡藩より、牧野貞道が入る。以後笠間藩は、越後長岡藩の市藩として、 巻の家の領有で固定され、明治維新を迎えることとなる。産業面では、藩主、牧の正しきの創業者保護政策により、笠間焼き発展の礎石が築かれたとされる。藩主が代々剣術を奨励し、唯維新一刀流と次元流を主に,に大流派とした。その結果幕末には、県は、西の柳川、筑後柳川藩、東の笠間として、 その合流が知られるようになった。幕角養殖に就任することが多かった牧野家は、ゆえに、慢性的な財政難に苦しんだ。これは表高八万国に対して、実高が伴っていなかったことが、根幹にある。江戸時代後期には、新田開発や、肥料の改善などによって、諸藩では表高を大きく上回る収穫があった。中で、笠間藩は、厳しい状況に置かれた。 戊辰戦争では、官軍に属して、道の区合図藩攻撃に加わったことで、焦点録を受け、本藩の越後長岡藩とは違った動きを見せた。不代三万国。慶長六年、1601年2月慶長十三年、1608年8月。不代三万国。慶長十三年12月24日慶長十四年、1609年3月26日。 普代三万国、慶長十七年、千六百十二年七月玄那二年、千六百十六年。普代三万二、零零零国五万二千国。玄那三年、千六百十七年十月十五日。玄那八年、千六百二十二年十二月七日。戸様五万三、五百国。玄那八年商法二年、千六百四十五年六月二十二日。 不代五万国、昭法二年六月二十七日元六五年、千六百九十二年十一月十二日。不代四万国五万国、元六五年十一月十一日元六十五年、千七百二年九月十二日。不代五万国六万国、元六十五年九月二十八日延長四年、千七百四十七年三月十九日。 不第八万国。延京四年三月十九日明治四年、千八百七十一年七月十四日。牧野。牧野氏は、上の立林藩主、徳川綱吉、十五万国、あとに十万国家族の家老や、古代将軍、徳川綱吉の側用人となった、牧野成貞の後裔である。成貞は、初代英知後長岡藩主。 マキノ・タダ・キラのおいで、上野王御藩主、マキノ・成の孫にあたる。成貞は、越後長岡藩の領地と家臣団を分与、されて立藩した者ではなく、成貞の父である正義が親恩を持って、旗本の召出しを受けたものである。しかも成貞は、正義の総領ではなかった、旗本であった、正義の総領家は、後に罪により改役となっている。 笠間牧野家の過疎となる正義の諸子であった成貞は、はじめ正義家において、捨て淵を与えられていた。四代将軍、徳川家綱の弟であった、綱吉の部屋住み時代に、成貞が分家して、その屋敷、神田館に、蕎麦衆として出資することになったのが、笠間牧野家の起源である。牧野成貞家系が、笠間藩主として定着する前の下尾佐関宿藩主。 三河吉田藩主時代には、当家が、越後長岡藩の師藩に当たるか否かについては、議論があった。また、正義の僧侶家が改益となったため当家が、正義家の僧侶家の名跡を持つか否かも明確では、なかった。当家は分家してから、明治維新まで、品野小室藩主や越後峰山藩主の牧の家のように、 越後長岡藩から政治上の指導や重心人事の内諾は受けていなかった。この越後長岡藩と日立笠間藩が本、師藩関係になるか否かについては、ただたか養子入りに見る笠間牧の家との関係の項目にも解説がある。成里は、綱吉の長を受け、彼の将軍家からの分家により、縦林藩御奏者などを経て、過労、三千国となる。 やがて綱吉が四大将軍、徳川家綱に男子がなかったため将軍の四次として江戸城に呼び戻さると、成里には、蕎麦州として、日立国内に一万千国の点在した領地が与えられた。1680年に下宇佐関宿藩主として上主となる。1681年、成里は将軍、綱吉の側用人として14年間にわたって、 大きな牽制を得た。そのまま仕切りに数をされて、牧野宗家の越後長岡藩の表高7万4千国を意識したためか、綱吉は成沢の表高を7万3千国とした。成沢隠居後、家督を相続した清春が間もなく、数を受けて三河吉田藩8万国に転覆となった。これを根拠に成沢は、 柳沢義康に蹴落とされて失脚したのではなく、幽待したという意見もある。1709年に綱吉が死去すると、3年後の1712年には成貞も没し、同年には幼少の藩主、清広氏に対して、幕府は日向延岡藩に違法を命じた。表高は同じであるが縁国への左遷であった。1719年、 十三歳で家督を相続した、日向延岡藩主、牧野貞道は、創社版、寺社奉行、京都諸次第を歴任して、1740年に、日立笠間藩に違法を見た。領地の内高は表高を数千国程度下回ることが多かった。幕末期の収穫校を内高ベースで比較した場合、長岡藩の内高は、表高の2倍近くある一方で、 笠間藩は、宗家の長岡藩の約6割しかなかったが、表高は長岡藩を約6千国上回っていた。辺境の延岡から江戸に比較的近い笠間藩に、違法を成功させた貞道は、男子二人、忠だ忠か、を、越後長岡藩に養子として出した。時代の定長は、実は、牧野忠だの忠だ着手認定後に出生した、実施で、 当初は、牧野性を許されず、牧野忠宏を幕府へ実定として届け出た上で、長岡藩主とした。貞道は、自らの着手忠だたを、長岡牧屋家の養子とした。一族ではあるが当時、血縁としては、疎遠となっていた長岡牧屋家に、自らの家系が冒険であることを認めた上で着手を、養子師とした。それまでは、 過疎の正義は神音を持って、旗本に召し出されたのであり、長岡家から家臣と領地の分与を受けていないこと、また、成里が分家をした後に諸侯に取り立てられていたことを、竹に、笠間家は、長岡家の師範会中を明確にしていなかった。しかしその後も、両藩の実力が白昼して競争していたため、不仲を伝える逸話や文献が残っている。長岡僕屋家の家臣。 河合継之助が1865年に長岡藩江戸藩邸で長岡藩主、牧野忠隆と笠間藩主、牧野貞直の階段に着座し、貞直に不敬になる出過ぎた発言をしたため、謹慎処分を受けて在所に返されている。旧笠間藩主家は家族に列して死者となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。